っていうのに最近ちょっと改めて気づいて、これってやばくないっていう話を興奮気味で母に話しました。ママは知ってたからそうだよみたいな普通の反応だったんだけど、えちょっと待って、嘘、テギョンさんってあのテギョンさんだったのみたいな感じになって、びっくりしたね。この子演技うまいってうちの家族は大絶賛です。嬉しい、ありがとうございます。涙出ちゃう、ありがとうございます。ぜひ最後まで温かく見守ってください。エアコン使ってるよ、今ついてる。なんか消すと暑いし、なんかずっとつけてるとちょっと涼しいし、微妙じゃないですか、なんかこの天気。あ、キラピチの時から好きです、ありがとうございます。だいぶ前なのに本当にありがとう。今でもいただきます、なんかそういう DM、 キラピチの時から見てますみたいな、本当にありがとうございます。にゃーせよいつかなっちゃん会えるかな、いつか会えます、会いに行きます。あ、一昨日1回目受けた、どうでした、痛かった、渋さん新入生の生徒、あー、ななみちゃんありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう、こちらこそ楽しかったです、夏フェス、スマイルスマイル。そう、注射の絆創膏買ってた、剥がさないしぎちゃうじゃん、そう、みんな剥がすの、あ、記念も兼ねて撮ってた、あ、そうなんだ、おいっ子めいっ子ものちゃん大好きだよって言ってます、ありがとうございます、嬉しい、かわいい、みんなまとめてギューしたい。皆さんこんばんは、こんばんは。お、21日に埼玉スーパーアリーナでワクチン受けます、1回目入って、あ、2回目肩痛かった、私も肩痛かった、左腕に打ったんですけどなぜか右腕が痛かったです、2回目なんでだろう、マジで、あ、ママもらしい、ママ1回目だけど左に打ったのに右が痛かった、腕上がんなかったね、確かに。そういえば今更ですか、パネル見ました、予想以上にちゃんとしてためっちゃいいパネルですよね。1回目腕の筋肉痛でだった時、2回目、あ、38度大変、めちゃお茶飲むの思いますよ、そばよ、そば、そばじゃない、うどんにゃうどん、うどん、あ、そばに、うどん、うどんにゃそば昨日だスマイルスマイル、こんばんは、2回目接種薬打つ私もね、なんか 怖さはあったけど、2回目のがちょっと痛かったの、刺されるときは。あ、よくえかほー、こんばんは、久しぶり、どうぞお話ししてあ、あさって誕生日おめでとうございます、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、鈴木さん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます、 Go to you って、こういうさ、あの you っていうさトーンのさ TikTok みたいなのよくあるよね、うんうんうんって喋ってるやつあれさ、なんかさ、あれ聞くだけでも笑っちゃうよね、喋れない喋れないよ、1回目は緊張に熱が出て慣れた、最悪、うん、最悪、ワクチンで筋肉痛、自慢の筋肉で乗り越えそういうそういうもんなの、うん、ママはしずまなちゃんのどんな演技が好きですか、だってどんなすごい上手になったと思うから今日のライブでも9時ぐらいかな、1時間ぐらい、今4歳の息子と一緒に見てます、こんばんは、ボクちゃん、スマイルスマイル、私のセリフじゃなくて、ケンゴごめんね
あ、スカジーケーブル、スカジーケーブルって何？あれ本当に人気だったときもこれ手のひらかがってんの。これあのリップ試し塗りしました。試し塗りってもう持ってるリップを塗ったんですよ。マジで意味わかんないですなんかあのなんかわかんないけどリップ塗りたくなって、なんか目の前にあったリップをこうやって手に塗って、なんかちょっと意味不明なことしました。お姉さん誕生日トークおめでとう、誕生日おめでとうございます、伝えておきます。28歳だつって、もしほにしたら30だよ、どうする。確かルンママさんと誕生日一緒なんだな、だって AK レインソン。あ、トリカ見てます、ありがとうございます。隣にいるのは母ですあ、シークレットガーデンのは知ってるけど見たことない。ママ見たことあるよ多分。そう、共演してたみたい、やばいよね、ツーピムと共演した女言い方よやばいよね。でも大河ドラマまだやりたいです。トリガー最高だねって言ってる、ありがとうございます。パラリンピックの銅メダル直接見た、やばやば。よっちゃんさんこんばんは。今の時期の横むずい、マジで口打ったよ。暑いか寒いか分からん、ゲゲゲの鬼太郎や。ゲゲゲの鬼太郎そんな感じなの、暑いか寒いか分からんって帰ってきた天使が生配信して仕事の使いを歌いました、よかったです。ピアノ時から知ってます。いや私もその音源欲しいんだよね、あんまり持ってないから。ナイスとミーチュー、ハロー。お姉さんとのエピソード初耳？何のエピソードだ、姉さん。注射した時にパッチあるでしょ。이번연습을했는데뭐아금목소샹스많이바르더라고요이런걸할수있었으면썼을텐데아쉬워요맞아요맞아요저도저는안가지고있는데저도갈수있으면있었으면あの金木犀の香水日本結構たくさん売ってるじゃないですか、はい、欲しいって。うん、이번에서는110몇번맞아요두번한국에서는몇번이요え、ワクチンおととい打って熱もなく腕の痛みも収まりました、よかった。トリガーの後期のエンディング楽しみです、頑張ります。はい、手あげすみな、じゃあはいよー、はいよー。でも하셨어요、하셨으면잘하시는것같네요。あ、진짜요、오늘은수업있었어요、대학교대학교수업그거를받고저녁먹고지금이요。과장감사합니다。お、卒検合格しました、おめでとうございます、すげえ。トリガー見てます、ありがとうございます、サラマンマン誰トリガーで好きなシーンどこ、最近で言ったら、でもスカジーケーブルって何かな。神の新書発売してますか、ぜひ楽しみ、あ、神の新書発売してます、豊田ルナファースト写真集って調べていただけたら出ると思うんですよ。あと、ツイッターのリンクにもあのアマゾンのページが貼ってあるんですけど、ファーストソロ写真集としてルナっていうあの写真集を去年の10月に発売しました。もう1年経つんだね。とてもあの120ページぐらいあって結構盛りだくさんなので、よかったらぜひ。あ、ワクチン打つの通知、あ、そっか、大変だ。私がさせてあげますよ、後ろからね、眠くて。
京都行きたいです。そのまま演技ベタ褒めじゃないですか。うんちゃんだったね。なんかね、昔からじゃないですか。昔はやっぱりママの中ではその不安で、その大丈夫かなって思いながら見てたらしいんですよ。それは私もそうなんですけど、まあ、今でも私はそうなんですけど、なんか大丈夫かな、失敗しないかな、大丈夫かなってママは心配しながらいつも見てたらしいんですけど、今回のトリガーは最初から安心して見たらしいです。体調かっこいいです。とってもかっこいいです。永遠の体調。あ、ブルーインパルス見ました。あ、私もなんか予行練習みたいなオリンピックの時に見ました。肌綺麗で憧れる。え、全然肌綺麗じゃないです。なんかこの辺にオリオン座みたいになんかニキビあるし今ね。そう、なんかいっぱいプツプツプツってあるんですよ今。スキンケアをだからいろいろ試してみてるんですけど、ルナちゃん今度保護猫が縁あって家族に迎えます。メス猫で、あの前ルナちゃん繁殖いいですか、ルナママよろしいですか。え、いいんですか、私の名前でぜひ使ってください。もう100回でも使ってください。保護猫だって、メス猫。ありがとうございます、保護してくださって。私の今飼ってる猫も保護猫なので。한국넷플릭스에서인기많은드라마인데 DP 라는드라마아세요?아진짜알죠 당연히알죠. 제가조금봤는데 지금은 그, 그냥사랑하는사이라는드라마보고있어서 그게 끝나면 보는 것 같아요. 아마도 그게 끝나면DP 너무재밌었다그런소감많이들었어요. 재밌어요? 뭔가 리아리티가 있는 것 같은데요. 루나님 엔딩 곡 나오면 다운로드할게요. 감사합니다. 트리가 예약しますよね? 楽しみになってます。しますよね? の圧。え、エアポッツプロのケースなくされたので慰めてください。どんまいどんまい。スマイルスマイルみたいな飛んでっちゃった。大丈夫です大丈夫。あ、英語禁止のダーツで、ね、楽しかったね。あ、韓国も2回なんですね。4歳の子がヨナちゃん大好きって言ってます。ありがとうございます。私も大好きです。ハート。なちゃんから元気もらってます。改めてこのばかりでありがとうございます。こちらこそいつもありがとうございます。 Hi from Indonesia. ハロー、ハローサラマッマラン。ユザレやこのフォルムでユザレやってならんでしょ。台風やだね。どんくらいのが来るの？じゃあユザレって何？ユザレって何なのよ。学校の卒業生が銅メダル取ったんですか？え、すごい。おめでとうございます。이번에트리가반영이후로처음으로학교가셨잖아요친구들반응어땠나요제가친구없어서대학교에 그리고 온라인잖아요제가 그래서그카메라도카메라도안나오고그럼그냥목소리로말하고있으니까네아무일도없었어요トリガーが放送になって初めて学校行ったから、そのお友達の反応どうでしたかって質問だったんですけど、まあお友達がまず学校にいないって休学してたので友達がいないっていうのと、あとオンラインだからカメラもなんかオフして、ただ声だけで喋ってるから
あ、何もなかったです、気づか何にもない。よしな、あんぐじゃん。自転車乗ってる時に転んで右腕捻挫しました。あー、でも絶対自転車乗るのやめよう全身複雑骨折しそう私。よくしなんぐじょーしぬなよそうじぴーしねよしちゃろはんぐげぐんでえがったおしょったんぶんでりこんがんまーにーはしじょ。あ、そうなんだ、黒くな。よくし、うん、え、ルナちゃんのクオカード当選しました。大切にします。おめでとうございます。大切にいてください。私はね、モデルナを打ったんですけど、うん、そんなにひどくならなかった。ママはファイザーで、なんかママはひょひょいって上がったみたいです全然痛くなかったみたい。台風ノロノロだから、あ、ノロノロなんだ。あ、スカジーケーブルって何のやつ、めっちゃ好きです、ありがとうございます。めんちゃんとったらナチュラルメイク、そうですね、なんか一時期濃かった時期もあるけど、なんか濃いメイクってどんなのだっけってなっちゃって、最近あの逆に濃いメイクができなくなっちゃいました。だからなんか今日も塗ってんのか塗ってないのか分かんないみたいなメイクして、あ、ナチュラルだと思いますね。濃くしたいんですけどね、なんか濃くするのってどうやってやるのかちょっと忘れちゃって、なんかもう最近はこっちにラメとか塗らなくなったし、いっぱい、うん、マットシャドウ塗ってちょっとちょこちょこってこう細いブラシであのつけるようにしてますね、ラメは。あ、そう、ブラシといえばあの新しいブラシを何本か買って、そのブラシたちが調子良すぎて、はい、嬉しいんです。アンシュブラシって言うんですけど、大学通い始めましたよ。何系、茶色系好きなのかな、秋なので茶色系にしました。ただでコロナプリゴー、発狂がみょん、陰気まーぬじみょん、おーぬちゅいんごうなやなー、はしけんねよ、あにょおーぬぱちゅいんごうなやなー。あ、えじちゃん先生にPTプレゼントしたんですね。お、私ともうすぐ、もしかして。自転車危険、危険ですよ。えいがさんいたよ、どこに、ここに。ポテサラチーズハンバーグいいですね、ポテサラいいね。9時ぐらいかな、ライブは。あ、今度の先生ハンバーグ会、あ、じゃあ出るね。ルナだからモデルナなんですよね僕もモデルナなんですけど、まあ、うん、多分そうルナがモデルナ打ったよ、確かに気にしたことなかったわ。あ、ルンちゃんのカレンダー買います、ありがとうございます、嬉しい。あ、2回目の間のインフルエンザみたいに辛かった、ちょっと同意します。打って次の日はインフルエンザの時の熱の時みたいな感じで体は痛かった。ファイザー、ママさんと同じファイザー、モデルナです。39、大丈夫でしたか。最初の時のブラックランチャーみたいなのが、え、あれマジ自分じゃできない、あのこういうアイラインこうやって引いてるやつ、うん、あ、自律神経がよく1回目もちょっとしなかった、2回目もそうだよね。なんかもし体調悪くなったら外出れないから、なんかこうポカリとかたくさん買っとくといいよっていうのは、なんか誰だっけ、さっきなんか誰かがやってました、ゼリーとか。なんかキラキラしてる、ここやない、チュッチュが寝言言って、うんちゃんのパネルこっそり貼ってあります、ありがとう。ラズイチの卵として絶望してる僕を慰めてください。大
大丈夫大丈夫大丈夫、卵はほら卵はあるから、この世にたくさん家に3年前の3月からずっとめくるのを生徒ママのカレンダーに見ました。絶対いらんじゃん森美のテニスライブ、森美のね全然会ってないしな、できたらいいな、できたらいいけど森美の全然会ってない。でも頑張ってるのはいつもこうテレビで見てます。 You are beautiful, thank you。 なんちゃんとても久しぶりのウルトラシリーズヒロインに惚れました。ありがとうございます、嬉しい。じゃん、약간피곤해보이는데괜찮아요？완전괜찮아요저는。文系で数学？絶対やりたくない。だって数学やりたくないだもん。嫌い、あんまり得意じゃないから、あんまりどころか全然得意じゃないです。じゃあ前の日にポカリ飲んだ方がいいって聞いて買いに行ったらアクエリアスの方が安くてどっち買おうかめっちゃ迷った。え、前の日にポカリ飲んだら怪しいよ。なんで？あれじゃない？ワクチン打ったらなんかくっつくみたいなそういうやつじゃない？スマイルスマイル。ミスマガのみんなともなかなか会ってないです。ハノンちゃんはあの渋さんの子が夢宿さんとライブすることがちょくちょくあるみたいで、いつもその時はそのこの間もそうだったんだけど、ハノンちゃんと私のマネージャーさん、渋さんのマネージャーさんのツーショットがこの間送られてきましたなんでってなった会えなかったけど、そのつながりはありますね。明日仕事やけどヨンちゃん見れて嬉しい。私も見に来てくれて嬉しいです。数学って面白いと思ったこと一度もないね。チュチュ寝てます。月見バーガーはねいつも食べたことないかも。23日にも渋さんと夢宿の対話あるね。あ、そうなんだ。数学化公式とか覚えても何に使うためのものなのかという理屈がわかる。わかる、マジでそれ。雑誌はそうだね、ないかな。カーテンは買えないよ多分。え、買えないよね。どうしたん急に。充電してた、大丈夫？ You are so pretty, thank you。 まあ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 、学校でスマイルスマイルって言ったらノリノイコはきっとスマイルスマイルって返してくれると思う。ニハオ。魚はね、生お刺身が好き。ラブライブ好きよ、好きだったよ。ヤンコの可愛い声がなんかチュッチュがお気に入りでよく寝てるそのお布団があるんですけど、わざわざそのお布団から出てママにくっついて寝てます今チュッチュかしら。チュッチュ ね目覚めたけどまた寝た。口紅何使ってる？ペリペラインクエアリー V スティック。インクエアリースティック17番サンドライドローズで夕焼けのバラ。なんかいい色ですよ。
この間目代わりで。トースト食べるとしたら何をつけて食べますか一番。そう、今は美味しい蜂蜜かな、アカシアハニー。マジックみたいに出てきた。お、刺身大好き、美味しいよね。でもそクロンジー、오늘은진짜한국시90년대가을그룹느낌나네요。あ、진짜요？이뻐요？안녕하세요。マジックで口紅しました。いや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 。これこうやってこうやってしてるんですよ。回すと出るな。やだ、数式とかもう見たくない。電卓使えばいいじゃん。あ、猫カフェとか行ったことない。うちが猫カフェだもんね。だって DC コミックスってこと？ DC コミックスってこと？ DC コミックスは好きです。お、毎週6歳の長男とトリガー見てます。頑張ってください。ありがとうございます。今週もぜひ見てください。拝見します。意外な期間何も買った記憶ないんだけど、今度は何か買っておいてください。私任せ。マジック見えた。本当ゆされかっこいいですね。ありがとうございます。おぬよくたよくたおるちゃんとおぬちゃんだよ。かむさんみら。眉毛かわいい、ありがとう。電卓より育成の方がいいと思います。わかる。猫カフェの猫チュール食べ過ぎで顎が退化してるぞ。どんなイメージ。今週のトリガーうなちゃん的な見どころ。そうだそうだな。予告のまんまなんだよな。でも誕生日はでも確かに見どころかな。誕生日、うん、誕生日だから。あとなんだろう、まあ、前回のあのね終わり方なので、ぜひ今日はそこも楽しみにしててほしいなとも思うし、でもやっぱりどこも見逃さず見てほしいので、9時から9時半まで、まあ、私ないで見てください。メイクアップライ。エンディングおめでとう、ありがとう。トリガーで好きになりました。嬉しい、ありがとうございます。トリガートレンド入りしないかな。きっと皆さんがきっとたくさんツイートしてくれるからすると思います。一番何話が燃えるかい。それで言ったら9話は結構燃える深いかい、うん、あでも5話も結構燃える深いな。ネイル、何のエンディングでしたっけ。トリガー、ウルトラマントリガーの第2クールエンディングでをやらせていただきます。ケンゴとアキトと私の3人で。ドライアイの Y 試練。いつか僕の人生のエンディングソングも歌ってください。どんなよそれ、どういうこと。ネイルかわいい、ありがとう。新しいエンディングになったよね、キャラソン。いつだろうね、わかんない。いつだろう。でもあキャラソンは発売の時に消えるんじゃない、アルバムの秋っぽいカラーでしょ。握手会とかね、早くできるようになるといいよね。あ、トリガー。
あ、トリガートリガー飛んでる、スマイルスマイル。あの後の私の顔が、私とかゆなちゃんの顔がやばいですよね。え、これ、あ、これ、服、服の話着てた。うん、着てないよ。なんで、人生のエンディングソングで。新しいエンディング楽しみにしてます、頑張ります。これがマーブルチョコにしか見えないんで。美味しそうな色や。お腹空いてるのかい。フールは入ってないけど、つぶらやイマジネーション入ってるよ。韓国語は自分で勉強しました。ソメクレヨタチョッソよ、アニヨ、チェガリップル色っけヘッソよ。もんじもろげっちまん、くにゃん、かっちゃい洗顔なそう、色っけリップスティック色っけヘッソにかくれよ。ガチンガーにえよ、かっちゃいでさ、そこまわよ、じゃあ始ませよ。新しいエンディングのタイトルなんか出てたよね。リップは手に塗るの、いや、なんかわかんない、なんかね、なんか塗りたくなったんだよ、だからなんか塗っちゃった。진짜왜그렇게예뻐요?밴드를봐밴드를사랑받으면서그래요.リップはなんか、なんかね、自分でもびっくりする。撮影ロスはもう撮影ロスです、当たり前に。スクショタイムする?韓国に行って問題ないレベル、いや多分そこまでではないと思います。なんかこうやって文字であるからわかるけど、実際その聞き取れるかどうかはちょっと簡単なのじゃないと無理だと思うけど、こう書いてあることは、まあ、頑張れば会話文くらいだったら理解できます。じゃあスクショタイムします。取れた。あ、中国の、中国料理といえば、私この間まで脂っこいロマンスっていうドラマを見てたんですけど、その脂っこいロマンスは中華料理屋が舞台なんですよ。なのでとってもジャジャンミョンが食べたくなりました。ジャジャンミョン、ジャジャンメンが食べたくなりました。あと炭水化物、酢豚取れた、よかった。スマイルスマイル。みんなスクショはぜひ、あの可愛く撮れたやつはあのツイッターとかインスタのストーリーとか投稿とか載せてください。かハッシュタグ豊田ルナしか勝たん、ハッシュタグルナわけおった、でお願いします。ナシアンニョンアンニョン、すごいタイトルのドラ
いやでも本当になんか結構韓国のドラマって日本名になるとえなんでこのタイトルってなる時もあるんですけど、そのドラマはそのままです。韓国でもキリムジメロメロっていうあの名前で同じ意味がブラックオイルマンス。でも確かに意味はなんか分からなくもない感じでしたね。中国語は喋ってないぞあれれれ、ジャージャー麺じゃなくてチャジャン麺チャジャンっていうチャジャンチャジャンチュンジャンだっけ、なんかね黒味噌なんだよね、なんだっけな、ちょっとあパラサイトも見ました。パラサイト面白かった。あプルダック組をしてます。この間なんかカルボってピン一番ピンクの、あの一番ピンクのじゃないピンクの一番甘いやつ、甘いやつ辛くないやつ食べたんですけど辛かったんです普通に。チャジャンじゃないチャジャンミョンよね。기름진메로라는드라마가있어서그게그드라마속에서많이나오는거예요그게탄수육이랑짜장면 9時そうだね9時ぐらいで終わる。もう今はなんかドラマを見るのが楽しみで、ドラマばっか見てますね、うん、脂っこロマンスもそうだし今も見てるやつクニャンさあのとただ愛するのかってやつで、ちょっと前はヴィンチェンツも見てたでしょ、でその前もなんか見てた、ヴィンチェンツの後なんか一個見、あ悪霊修了団カウンターズ面白かったあれ、ああとなんだっけスペーススイーパーズ面白かった。나는짜장면좋다고하셨어좋지좋았지진짜좋아해요좀짜장면이랑짬뽕열정할수없어요韓国時間で9時ですよね韓国と日本時差ないのでごめんなさい時差ないんですよ。これどこのファーファーパーファーってなんかお姉ちゃん買ってくれました。いいですメイクかわいい、ありがとうございます。むなちゃん보니까너무너무행복하네요。저도여러분의여러분들과함께이렇게시간을함께있었으니까정말행복해요。니자나인가이나이나이사람마다하루한국이마아키잖아요일본도아마変わらんじゃない冬めちゃくちゃ寒いけどね。じゃあそろそろ終わるかな。インスタグラムはそうだね不定期開催、めっちゃ不定期。下がジャジャミョンしか勝たんでいいんじゃんけど、違う手だるなしか勝たんでお願いします。じゃあみんなそろそろお別れのお時間ですよ。今日も来てくれてありがとうございました。また次の配信で会いましょう。ちゃん즐거웠어요여러분잘자요みんなおやすみなさい。ちょんくん見くせよ夢見てくださいね。バイバイ。